朝から食ってますよ。朝から食ってますよ、ですね。食べちゃいます。京都東。これ。歩道橋やね。駐車場広っ。名古屋からも2時間で帰った。目的地でルート案内を終了します。運転お疲れ様でした。どこへ受付駐車場ピンって書いてんだけど、十里坊温泉ファミリーキャンプ場は温泉施設を別料金で大人600円子供300円で利用でき、当日は入り放題のファミリーキャンプ場です。ちょっと中ちょっと出た。チェックインが13時、チェックアウトが12時のゆったり過ごせるファミリーキャンプ場です。リリー、なんかさ、住めとこ落ちてるからリリーが食べそうやね、うん、これこういう、あ、歩けで見たやで。え、歩けで見たやで、これだわ。あ、そう。Sセレクトサイトの真横の山は全水寺につながる約2キロの登山コースとなっており、ワンちゃん連れの方たちにも充実したキャンプ場となるのではないでしょうか。よし、OK。坊ちゃん、なんでそこにおるの？ええやん、これ。半分に割らなあかんやろ。あんたこれで食べるわけ。もうできたな、あの。できた、もうできる。いや、俺もまだやで。
時間がんで。うまい。うまいな。さっと城内の紹介しましょうか。走るはいご、はいご、おー若根の山の松の緑はわからんなんか俳句みたいなすごいやろ、ほら飛んだ、飛んだ、なんかここに飛んだ ここは一押しのキャンプ場です。ぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。